みなさんこんにちは、なるみんです。今日はちょっと前にね、コスタリカにバードウォッチのために旅行に行ってきたので、その時の動画とか写真とかね、お見せしながらお話したいと思います。それではレッツゴー。はい、というわけでね、今年の春になっちゃうんだけど3月にコスタリカにバードウォッチングをしに行ってきました。コスタリカは四国と九州ぐらいの面積しかないのに、熱帯雲霧林とか熱帯雨林とか、あといろんな川とか海とかね、多種多様な環境に富んでいるので、いろんな野鳥がたくさんいっぱいね住んでるというわけで、野鳥が大好きな人はね、人生に一度は行きたいっていうことで、結構ねバードウォッチャーの方が行かれている海外なのかなと思うんですけど、そのコスタリカにいやー行ってきちゃったんですね。なのでその時のお話をねしたいと思うので、どういうルートで回ったかみたいな話と、実際のね撮ってきた動画とか、あとは一眼で写真を撮ったので、その写真をつなげながらちょっとお話をしていきたいなと思います。私が行ったのが3月の4から11日の間なんですけど、まずね飛行機がやっぱね地球のほぼ裏側、中米なので1日くらいやっぱかかっちゃうので、移動でね、行きは成田空港からジップエアっていうね安い飛行機が出ているので、それでロサンゼルスまでまずは飛んで、そこからちょっと飛行機待って、次はコスタリカの首都サンホセっていうところに飛びました。でこれでまず1日ねで帰りはぐるぐる回った後に、コスタリカのリベリアっていう街からまたロスに飛んで、でロスからまたジップエアの飛行機で成田空港に帰ってきました。でこの時にロスで1泊したので、移動はだいたい3日間、現地で鳥を見たのは1週間7日間ですね。着いた1日目はそのまま夜だったので宿泊をして、2日目からバードウォッチングをしました。だいたい朝はもう5時半から鳥を見ている状態、バードウォッチングが始まる状態なので毎日早起きでも2日目だけはちょっと許されていて、9時ぐらいから10時ぐらいかな、そのくらいから始まったと思います。夜にフクロウとか見に行く時とかはもう朝から夜まで移動しながら見ているっていう状態でしたね。スケジュールとしてはその2日目、まあバードウォッチングの1日目としては、まずはやっぱコスタリカなのでケツァールを見に行ったんですね。和名だと飾り木のバネドリだかなでそのケツァールを見に行って、ハチドリのガーデンとかを見に行ったりとかして、まあ2日目は森ですね、熱帯雨林に行きました。3日目は熱帯雨林ではなくって熱帯雲霧林に行ったんですよ。ずーっと霧がある感じなんでカメラとかも保護しながら、そこで見たのがヒゲ鳥っていう金属音がすごいカーンって鳴る鳴き声の鳥と、あとはジャノメ鳥っていうね水辺に住む野鳥を探しに行きましたが、見れずって感じでしたね。次の日もまた森に行ったんですけど、この時は踊る鳥、オナガセアオマイコ鳥っていう鳥を探しに行きました。次に森からねずーっと標高下げて海に行ったんですよ海でペリカンとか、あと軍艦鳥を見ました。その間にね、白ヘラコウモリっていう真っ白な可愛いコウモリを探しに行ったりしました。ジャングルにね。そのまた次の日が、コスタリカっぽいなーっていう、大橋ですね。大橋の中も見たりとか、舗装されてないような道をずーっと行って、もうほんと村みたいなところに行って、もう一日中バードウォッチングができるよっていうね、建物に行って、いろんな鳥を宿泊地から探したりして、で、次の日の朝は、コンドルとか、あとはまた踊る鳥ですね、キモモマイコ鳥を探しに行ったり、でその次にが最終日があと2日あるので、その時が川にね行ったんですね。川1日目はバシリスクを探しながらいろんな水辺の鳥を見てで次の日がまた川なんですけど、次はねベニヘラサギとか行きました。それが終わって泣く泣くリベリアという町から2日間ロスで1泊しながら帰ってきたっていう感じですね。でその時の話を動画と写真を交えてお話したいと思います。はい、これがねケツァールというね、コスタリカに来たら絶対に見たい鳥ですね。正面から見た三角のね形の頭もかとっても可愛いです。でこっちがねメスのケツァールですね、ちょっと地味かなでこれがガイドさんにねフィールドスコープに入れてもらった時の動画ですね。結構じっくり観察できてね、とっても幸せでした。でこれがオオツリストリっていう鳥で、とても不思議な鳴き声をしているんですね。
こんな感じでいろんなとこにいるのでね、よく聞こえました。これがハチドリのガーデンですね。いっぱい蜜が吊り下がっているので、ハチドリをねよく観察することができました。羽の音もすごく聞こえてて、こんな感じでね止まってくれるので、じっくりね写真撮影をすることもできます。これが紫剣舞のりっていうね大きめなハチドリですね。金属光沢もねキラキラとしていて写真も撮れます。コンゴクイナという鳥ですね。2羽この時はいて鳴き交わしをしています。本当はねジャノメドリを見に行くはずだったんだけど見えずに、でもこのコンゴクイナがいてくれました。でこれが熱帯雲霧林に行ってヒゲドリを探しに行った時の動画です。英名はベルバードとも言いますね。でこの声はとてもよく響いていましたね。今の声がとっても近いですね。でこれがお流し屋を舞い踊りっていう踊りを踊る鳥ですね。むにゃむにゃ聞こえてるこの音がこの鳥の鳴き声ですね。これもスコープで近くで見た時の映像です。2羽で踊ってたらもう1羽来ましたね。これなんか師弟関係がやっぱあるみたいですね。でこれは朝食の時に見た皇后インコですね。ホウジロミヤビゲラっていう鳥もねたまに見れたりとか、ソライロフウキンチョウってこれも結構いたんですけどね、やっぱ綺麗な鳥が多いですね。首輪キヌバネノリの足オレンジ色も見ることができました。これはピグミオールでスズメフクロウの仲間で15センチくらいしかないフクロウですね。でいろんなとこ行く道中で止めてもらったりするんだけど、この時は川にねたくさんワニがいて、これを見るために結構観光客の人も泊まってましたね、私たちと一緒にね。こうやって川にやっぱワニがいるっていうのがちょっとコスタリカらしいというか、あの外国らしい。バードウォッチング以外でもこんな自然観察をしたりとかしていました。でこの川にはこういうアメリカ紫バンっていう綺麗なバンも見ることができました。で次この先行った時は海に行って、海辺に住んでるねアメリカ軍艦鳥と褐色ペリカンを目当てに行きました。ピューンって飛んでる黒いのがアメリカ軍艦鳥で、森のとこに白い点々があるのが褐色ペリカンですね。軍艦鳥は東京湾に迷い込んだ小軍艦鳥しか見たことがなかったのでとっても感動しました。右側のこの白いのが幼鳥、左側のね喉が赤いのが成鳥で、これが褐色ペリカンたちですね。水辺にもいてたけど遠かったんですよペリカン本当に。で白髪鯉っていうちょっと不思議めな色のサギもいました。でこれが昼間見れたクーパーコノハ族ですね。シマクマギラっていう大きいキツツキも見ることができました。お隣ニカラグアの国鳥モットモットっていう青眉ハチクイモトキも見れました。これはカフェで見たキバシミドリチュウハシですね。でジャングルの中歩いていくとこの葉っぱの中にもぞもぞしている生き物がいます。白ヘラコウモリという真っ白な可愛いコウモリですね。お顔がこんな感じとっても可愛いです。ここはジャングルの中なので土がベタベタしててね、バードウォッチング長靴がねとっても大活躍しました。メガネフクロウの大きいフクロウがいたりとか、あとはイチゴヤドクガエルっていうねカエル、これ結構いっぱいいたんですよ、も見ることができました。あの宿泊地先のね村の方ボカタパートだったかなに行って、あのここでね宿泊をしながらずっと鳥を見ることができたんだけど、パロットインコの鳴き声がずっと聞こえてますね。オオホウカンチョウのオスがうろうろしてバナナをね誰か落としてったやつを食べてるんですね。
で大体落としたのがこういう三色キムネ大橋だとかが落としてます。でこの時2話で来ていて、お互いのつがい形成のね継続のために求愛給餌をしていました。翌朝はここの施設の中のトキ色コンドルと黒コンドルの食事の様子をね見に行くことができました。集団の真ん中に肉が置いてありますね。こんな感じでこれがトキ色コンドルです。でこの時に白尾体雨鳥っていうとっても珍しい鳥が見れて、現地のガイドさんでも20年ね見てて一度しか見ることができてない鳥だそうでラッキーでした。でまたねカフェ行ったらね、カフェの横のこの草むらのところにイグアナがいたりとかして、木にもねこれ枝にイグアナがいるんですよ。こうやってカフェ行った隣ですぐ見れるとか、そういうのがねコスタリカ生き物がいっぱいだなと思いました。そしてまた違う森に行ってキモモマイコドリっていうね踊る鳥を見に行きました。このねモモの黄色を見せながら踊ります。そして最後2日間は川に行ったんですが、その時にこの、ね、出会ったのがバシリスクっていう川の上をタタタタと走っていくトカゲの仲間ですね。真ん中の枝のとこにね緑の点があるの分かります？これです、これ結構走る様子なんかもよく見れました。こんな小舟で行ったりとか大きな船で行ったりとかしてバードウォッチングを楽しみます。コウモリが張り付いている姿が見られたりだとか、親子のね猿が木の枝を渡って様子が見れたりとか、蛇のような首をしたヘビウの仲間が見れたりとかしました。この真ん中にはカイマンというねワニがいます。目と鼻だけ水から浮いているの分かりますか？結構カイマン可愛くていっぱいいましたね。ポチャンと川の中帰っていきます。そしてこんな細い川のところを渡っていって、普通の大サギですね、コンドルを横目に見ながら、今ちょっとね画面の中央に出てきた白い鳥はね雪コサギというコサギですね。こんな感じで水辺の鳥とかねを探しながらボートツアーをしました。ゆっくりボートは進んでいくので、その近くのね鳥たちもあんまり逃げないので、ゆっくりね目視で観察することができました。そして黒エリセイタカシギと日本では珍しい三日月シマアジもいました。これはヒロハシサギというちょっと目がねクリッとしたサギです。行きにはコアメリカヨタカを見ることもできました。ハゲノドトラフサギっていうデラ大きいねサギを見ることもできました。ベニヘラサギも飛んでいて、これがねなかなか近寄れないサギらしいんだけど、ここで近くで結構見れてね綺麗でした。はい、というわけでね、私のコスタリカいかがだったでしょうか。今までバードウォッチングのためとかジャングルで虫を見に行くとかなんかいろいろ兼ねて、まあ、鳥を見るとかその自然観察目的でジャングルに行ったのがこれで3回目。1回目は大好きな職場の皆さんと虫の大好きな先生たちとかと一緒にボルネオのジャングルに1週間ぐらい泊まりに行ってキャンプをしながら過ごして最長を見つけたりとかいろいろしてたんですけど、で2回目はバリのねあの国立公園の中に泊まれるっていうねホテルがあったので、そこで初めてねガイドさんにお願いしてバードウォッチングをしたっていう思い出があります。今回の3回目はバードウォッチャー憧れのコスタリカに行ってきたんですけど、私ねコスタリカ行くかもう一つオーストラリア行くか迷ってて、あ、オーストラリアも見に行ったことあった鳥でもジャングルではないけどね、オーストラリアは明確に行きたいなっていうね単調地がいろいろあったんですけど、周りのねバードウォッチングお友達って言っても本当にあのすごく先輩方なんですけどに、やっぱあのどっちに行こうって聞いたら、いや行ける時にコスタリカとかね行った方がいいよってなったので、コスタリカにね意を決して行ってみたんですけど、いやーよかった。ケツァールはねなかなかやっぱ見れない国で、何人かにねコスタリカ行った人に聞いたんですけど、ケツァール見れなかったって人もやっぱいたので、いい時期に行けたなと思いました。何回もねいろいろオスもメスもいろんなねところから何回も観察ができたし、あとは現地のガイドさんが出している本、私は、ね、行く前にこの
下村さんって方が書いた本を読んで出発して、旅行中もずっとこの本を見ながら行っていて、今回の旅行も頼んだのもね、下村さんのところの桜ツーリートさんに全部お願いしたんですけど、この下村さんのバードウォッチングのこの本を読んでても、白尾帯雨鳥っていう鳥が20年見てた中で1回しか見れてないみたいで、その鳥をこの1回の旅行の中で見れたっていうのは奇跡で、村のね、ボカタパータの宿の中でも宿泊の外国の方がわーって感じでガイドさんのね、盛り上がりを見て、私もね、これはなんかいるのかなと思ってね、写真を撮ったっていうのはさっきの出てきた一枚なんですけど、そんなラッキーな鳥も見れたりとかしてね、すごく鳥運に恵まれた旅になったなと思いました。鳥運っていうのもね、まあ、あるとかないとかあると思うんですけど、やっぱしっかりやっぱ見てる人が鳥運がある人だと思うんですね。いつでもずっと結構観察やっぱ続けてる人って強いなと思っていて、でそれもやっぱりその案内をしてくれた、ずっとね現地でガイドしてるね、下村さんのね、いろんなこういうとこがいいよって LINE で教えてくださったりとかしたおかげだと思うので、私はねそうやってプロに頼んでよかったなと本当に思いました。というわけで、コスタリカめっちゃ良かったねと思ってくださった方は、高評価とチャンネル登録、コスタリカのねことについて知りたいなとかある人は、またぜひコメント欄で質問とかもぜひ書いてみてください。それではまたね、良かったぜ